オゾマフィアは2013年6月28日にポニーパッシェ SY から発売された日本のパソコンゲーム。新要素を追加したバージョンのオゾマフィアビバーアッチェマイナスはドラマティッククリエイトが発売元となり2015年2月26日にプレイステーションビータ版が発売2020年8月27日にニンテンドースウィッチ版が発売された。 短編テレビアニメが2016年7月より放送。記憶を失った少女、フーカ。見知らぬ街をさまよっていた彼女は、突然何者かに追われることに。逃げ惑う彼女を助けてくれたのは、街を支配するマフィアの一つ、オズファミリーだった。争いと友情が、背中合わせの街の中、フーカは誰の手を取るのか。そして、彼女が記憶を持たない理由とは声は、 ゲームとアニメ、縁は、舞台のキャスト。アニメでは、オズファミリー主要3人は、オズ学園の教師となっている。アニメでは3人とも町の住人となっており、表向きは、羊喫茶を営んでいる。蘇生は不明。オズマフィア、グダグダレーディオのタイトルで不定期に、期間限定で配信される。パーソナリティは、その都度ランダム。コーナー。 CP u ナイ t e d Featuring of t h のタイトルで2016年7月1日から9月30日まで、ラジオ関西にて毎週金曜23時30分0時に放送されていた。パーソナリティはアニメ総監督の平沢、久吉とスカーレット役の市木光弘。アシスタントは鈴木美咲。コーナーゲスト2016年7月から9月まで5分枠の ショートアニメとして放送された。原作とは、設定が大きく異なり学園アニメとなる。2016年10月28日に、ブルーレイ DVD が発売。t v b シリーズ全12話のほか OVA1 話が追加収録される。舞台、オズマフィアが2017年9月6日から10日まで、スペースゼロにて上演された。舞台、オズマフィア、シンクイントゥオブリビオンが、 2019年10月23日から27日までスペースゼロにて上演された。主要キャストは登場人物を参照。オゾマフィア、ビバーチェマイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。